ご視聴ありがとうございます。今回は初心者の方でも取り組みやすいようにあまり高い方のフレットは使わずローポジションのみで作ってみました。ウッドベースで弾いていますがタブ付きですのでぜひエレキベースの方もお役立てください。それでイパネマの娘ベースラインを弾く上でのワンポイント解説です。こんな風に普天四分音符、8分音符、2分音符を中心に組み立てられたベースラインなのですが、普天四分音符や2分音符などの長い音の音符はできるだけ次のピッキング動作を行うまでたっぷり音を伸ばしてあげて極力音の長さが均等に保てるよう心がけてあげるといい感じに仕上がります。ぜひこんなイメージ心がけてみてください。なおこちらの譜面が欲しい方はベースチャンネル星野の公式 LINE にご登録いただくと無料でダウンロードすることができます。詳細は概要欄に貼っておきますのでぜひ公式 LINE ご登録ください。ベースチャンネル星野は毎週金曜日21時にウォーキングベースライン、ベースアドリブソロ、ウッドベース、音楽理論やベースの練習方法に関連したコンテンツを配信しています。次の動画を見逃したくないという方はぜひチャンネル登録をお願いします。最後に2つお知らせです。今回のイパネマの娘のような定番スタンダードソング、11曲分の譜面とトータル4万文字以上の解説でまとめられた電子書籍、セッションで使える11曲のスタンダードベースライン好評発売中です。今回の動画は演奏だけですが、より深くジャズのベースラインの作成方法を学ばれたい方はご活用ください。加えて最後にオンラインで毎日受けられるウッドベースのレッスンサービスを一つご案内させていただきます。ウッドベースのレッスンは1日30分の練習で1年で弾けるようになるウッドフリックスがおすすめです。80記事以上、100動画以上が掲載されている会員様限定のウェブサイトのもと、完全未経験の方が順序立てて練習に取り組めるように設計されているカリキュラム化されたレッスンプランを提案させていただいております。 GAGAEM でね、演奏することもできるし、また生徒さんが練習した動画を講師まで送ってもらい添削させていただくというこれまでに全くなかった新しい形のレッスンとして対応させていただいており、毎日行っているこのレッスンは1年365日好きなタイミングでレッスンを受けることができます。ゼロからウッドベース、アップライトベースを始めたい方はすごくおすすめの新感覚レッスンですのでぜひご利用ください。詳細は概要欄をご覧ください。またどんなレッスンを行っているか気になる方はまずは無料のメルマガにご登録ください。よく生徒さんからご質問いただくベースのアドリブ演奏についての限定動画付きの配信、日々の練習の心がけ、メルマガ限定のイベントなども定期配信させていただいております。メルマガは完全無料でご登録いただけますのでぜひお気軽にご利用ください。ウッドベース、エレキベースに関するお役立ち情報はツイッターでも毎日更新しておりますので、こちらもよかったらフォローお願いします。それではまた来週の金曜日21時にお会いしましょう。バイバイ。